今回ご紹介するのはファッションモデルで女優の井桁弘恵さんです。ゼクシーの CM でブレイクした彼女の経歴に迫ります。井桁さんは1997年2月3日生まれ、福岡県福岡市出身。身長170センチ、血液型は O 型でボックスコーポレーションに所属しています。中学3年生の時にセブンティーンのオーディションを受けるため東京へ訪れた際、現事務所のボックスコーポレーションからスカウトされ所属した井桁さん。ちなみにオーディションは母親と姉に勧められたそうですが、残念ながら二次審査で落選しています。高校時代は学業優先で目立った芸能活動を控えていたものの、2012年に行われた2013ミスティーンジャパンでサマンサ・タバサ賞を受賞しました。大学進学を機に上京した彼女は積極的にレッスンやオーディションを受け、本格的な芸能活動をスタート。すると大学3年生だった2017年に情報番組ジップのレギュラーとして起用されます。2018年には新人俳優の登竜門として知られるゼクシーの CM ガールオーディションに合格し、11代目 CM ガールに抜擢されました。この CM をきっかけに仕事が増え始めた井桁さんはグラビアに挑戦し、2019年5月発売の週刊プレイボーイで人生初の水着姿を披露。身長170センチという抜群のスタイルを武器に人気を集め、グラジャパアワード2019最優秀新人賞を受賞しています。また同年はクロノス・ジョウンターの伝説、4月の君、スピカ、仮面ライダー01など複数の映画にも出演。特に仮面ライダーはシリーズ初の物語開始時点から登場する女性ライダーのレギュラー出演となり話題を呼びました。その後も数多くの映画やドラマに出演していて、2023年は釜石ラーメン物語、自由な女神バックステージ in ニューヨーク、私が紐を飼うなんてと3作品の主演を務めています。最近ではタレントとしての活躍も目覚ましく、日本テレビ系おしゃれクリップの MC をはじめ、ヒルナンデスや今夜は謎トレといった人気バラエティ番組にレギュラー出演する人気ぶりです。そんな多方面で大活躍している井桁さんは、2020年12月にファースト写真集マイガールをリリースしました。発売後すぐに重版が決定した人気作で、男性ファンにはたまらない水着やレオタード姿からレアなすっぴんショットまで掲載。本人が飾らない自分を出せた気がしていますと語る通り、素の井桁弘恵を楽しめます。2024年4月からは NHK ドラマ VR おじさんの初恋の出演も決まっている井桁弘恵さん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。